スキーはですね、まあ、ハイボールが流行ってたり、結構ウイスキー目にすることが多くなって、まあ、そんな中でマルスでウイスキー作ってるっていうのがあって、景色も綺麗だし、ここはどこなんですか？空気も水も美味しそう。ここはね、マルス信州蒸留所、はい、場所は、こんにちは。こんにちは。失礼します。駒ヶ岳が見えるここです。どこです？どこです？なんかいいのかな。どうぞ。おはようございます。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お邪魔します。タカヒレマツエディション、すごいエディションだね。かっこいい。シングルカスク、シングルモルト、ジャパニーズウイスキー。これはもう見るからね、希少な感じだね。ナチュラルカスクステンツ。もう最初からあるんですね、ここ。85年。あ、85年から。あ、そうなんですね。その前は、水沢、説明されてたのとか、あそこで洋酒全体を。あ、全体をやってたんです。ワインとウイスキーと両方やって、はいはい、で、1985年にウイスキー部門だけ、だけこっちに。で、ここではウイスキーだけ作ってます。ウイスキーとブランデーも。あ、ブランデーを。そうそうそう。そうそうそう。やっぱりあれです。そうですね、まず最初に歴史から、ウイスキーの蒸留釜から。蒸留釜。初代の、今使ってるのが2代目になるんです。なるほど。初代の。初代がこれなんですね。はい、これあれですよね、本坊さんの、信州の蒸留所のビデオに出てくる。あ、そうですね。確かに、岩井式と書いてありますが、岩井先生が設計を。で、あちらにも書いてありますが、1960年から2015年まで、あ、最近まで稼働を50年以上で、先ほど話がありましたが、1985年信州からスタートしましたので、はい、1985年に山梨から信州へ持ってきて、それ以降、2015年まで使ってました。あ、これも中入ってます。あ、そうですね、はい。大変ご無沙汰しております。 お久しぶりです。久しぶりです。半年ぶりですか、ね、そうですね。アメリカお疲れ様でした。ありがとうございます。どうぞ。お久しぶりです。この辺は、山梨で赤ワインで使った樽を抜いた後持ってきて、でここで原酒をまたフィニッシングしてる。違いますね。これはだいぶやっぱり独特のオロロッソっていう
タイプのシェリーが入ってたやつで、癖が強そうです、はい、何に残りますもんね、うん。アメリカの大きさもいろいろだ、ね、いや、これは500リッターぐらい、バーボンバレルは200リッターぐらいです、ね、だからそれによっても体積に対して あの設置面積が大きくなるんで、あの早く熟成するのがバーボンバレル、はい、あのこういう大きな樽はゆっくりじっくり熟成していくという、いろいろその違う形のものをこうあの保有しながら、最終的にはそれをうまく組み合わせて、はい、60度でこの樽が入ってるんですか。そうです、60度。もう、すごい香りが、もう、酔っ払っていそうだね。おぉ、原料これですね。さっきの巨大なやつがあります。あ、そうですね。あざます。まあ、一つの袋が1トン、はい、1トン入ってます、ね、美しい中華があるんですね。あれいくらあるんですか。マルス新州蒸留酒、輸入するだけでも大変ですよね。します、はい、イギリスから輸入をしてるんですけど、はい、船で運ばれて、この蒸留酒のウイスキー作りをご案内いたします。そこからまたプラスで、そうですね、はい、他もなんか蒸留酒、あ、これ麦汁の先ほどのキャーで粉砕した大麦バターをあちら白いラインで運んできて、はい、あちらの下にこう伸びていくので、お湯と混ぜ合わせまして、はい、下へ新州蒸留酒蒸気が粉砕、こちらに見えているのが麦芽を絞った後のカスが出るんですけど、はい、それを絞る機械ですね。それを絞ったものが家畜の餌になるんです。まあ、あの向こうの、そうですね、あの袋に溜まってる、袋に溜まってる、家畜の餌になる、そうですね。こちらが発酵防止の部屋です。先ほどできた麦汁をこちらのタンクへ送りまして、はい、そこに酵母を加えて、はい、大体4日間発酵させます、はい。そうすると大体 7% の、はい、ものが出来上がります。信州蒸留所の場合はステンレス製の発酵槽と、木桶ですね、2種類2種類を使い分けています。ちょっと意味が、そうですね、はい、ステンレス製の発酵槽の方がすっきりした味わいになります。あ、はい、木桶の方は、はい、複雑なよりこう厚みのある厚みのあるものになりますので、ウイスキーの味わいに違いがあります。こちらが全体の工程です。先ほど話ありましたが、蒸留までの工程が大体1週間くらいですか。原料の工程から麦汁を作って発酵させて、あと蒸留ここまでが大体1週間くらいなんですが、ウイスキーの場合こちらの貯蔵期間がとても長いです、ね、はい、最低で3年なので長いものだともう10年、30年を目指すです。駒ヶ岳の会社ほんまのストックランドだと、はい、書いてある、書かれているのが多い。あ、多いんですか。あの本場をだいぶ意識して、シングルボディ、はい、こちらに流れているのが大田切川、はい、これ駒ヶ岳、駒ヶ岳の、はい、流れてきている。あ、仕込みに使っている水は地下水を使用している。元は
種ですね。山から流れてくる地下に染み込んだのを使いたい。すごいな、ずっと作り続けてるんだ。でも樽あれですよね、はい、もう置けないぐらいになりますよね。あ、そうですね、作り続けてると作っていく分と、はい、出荷というか商品化する分があるので、うまくこう計画しながら、はい、計画しながら大人な感じするね、ウイスキー、まあ、かっこいいイメージ。かっこいいですよね、はい、私も持っています。かっこいいウイスキー、なんか奥すごい深そうですもんね。バーなんかは行かれますか？いや、バーとかはあんまり行かない。はいはい。なんかそこまでまだ大人になりきれてないの。もうなんか男同士で、はい、なんか飲んでるみたいな。はい、買ってきて、それぐらいですよね。はい。なんかいいお酒飲むにはやっぱバー行かないとあれですよね。雰囲気楽しんでもらえればなと思います。そこバーになってますね。はい、そうですね。こちらでも楽しんでいただければと思います。信州蒸留所の一番ベーシックっていうか、はい、一番代表的なシングルモルトウイスキー、はい、毎年少しブレンダーが、はい、テーマを持って書いて、これは2022エディションっていう、はい、タイプになります。2エディション、はい、じゃあ、はい、お久しぶりでございます。お願いします。シングルモルトウイスキーっていうのはそこの蒸留所のモルトを 100% で、うちは鹿児島と今この長野の信州蒸留所、2つ蒸留所があるんですけど、はい、各々原酒作りのテーマが、まあ、ベーシックなテーマがあって、はい、まあ、鹿児島は当然あったかいところなんで、はい、少しエネルギッシュで、うん、こうボディ感のあるディープな原酒を作ろうって、はい、ここはねどちらかというとクリーンでリッチな、この爽やかな信州のような、その代わりリッチなフレーバーと味わいもあるっていうものを目指そうということで。いやでもこれ結構ドストライクな感じなんですよね、自分の中で。ちょっとこうなんか柔らかい、これは7年樽で熟成したそのスモーキーな原酒を熟成したシングルモルトウイスキー、これがいわゆるウイスキーのでいうスモーキー。これスモーキーですね、はい、すごい残りますね、うん、癖があるのが自分はまだあれですね、正常だと思います。なんですか。日本人のテイストとしてはね、うん、これね、パピオンシリーズって言いましてね、はい、日本の蝶が257種類あるんですけど、はい、僕がもともとその、そうですよね、昆虫少年で僕が好きな蝶を一つのテーマにして、はい、こう原種を選んでもらって、うん、ということで、じゃあこのクジャク蝶あたりからちょっとこれとは少しこう変わるんですね、違うタイプの、はい、ものですけど、ちょっと少しこう飲んだ後に火薬っぽい、はい、そんな感じがファーってくる、はい、します。これシェリーダル使ってます。シェリーいわゆるスペインのシェリー酒ってあるんですよ、はい、 はい、あれで使った樽にウイスキー原酒を入れて、うん、それで熟成する、はあ、これじゃないとダメだっていうねファンが結構いるんですね。パンチがありますよね、樽出しそのまま。でもイメージとすると、はい、やっぱ ここまでこう主張するものじゃなくて、こういうタイプがやっぱり、はい、いいわけですね、はい、あとはアメリカンホワイトオーク、この辺でしょうか、マスター、はい、宮間白町、はい、アメリカンホワイトオークっていうのは樽ですね。樽ですね、
いわゆるあの多分藤田さんがイメージしている薄木伊代の民、はい、そのものだと。あ、はい、でウイスキー自体もこの宮間城町というのも あれなんですけど、これ長野によく生息してる、はい、わりかし森の中にいるエレガントなタイプの蝶なんで、あまりそういうスモーキーだったり、はい、ピーティーだったりそういう感じのない原種を選んでボトリングした。これが一番このパピオンシリーズで最近、4月に発売なったやつですけど、はい、姫白蝶って言うんですけど、ちょうど桜の時期に出てくる蝶なんです。これまずこの桜の木なんですよね、はい、これなんか香りがいいなと思って。美味しいっす。鏡のところに桜の材を使ってます、はい、そうなんですね。ですからちょっと香りのところにね、あの桜餅のような、桜餅好きなんですよね。この最初の香りから好きで、いや違いますね。このやっていくと、そのワインも面白いですけど、はい、ウイスキーもこう様々で。一番最初の、22年とこの桜ですね。これはなんかもう全くなんか癖がない感じの、なんか飲みやすいというか、こっちはちょっと一瞬なんかちょっとカビっぽいんですよ、香りが。だけど好きで、それがで飲んだ時のなんかこう味が好きです。フィザーはやっぱりこういうナチュラルな、うん、やっぱ信州のクリーンな森の風のような感じで、かつあの熟成もこうナチュラルな樽で、はい、やったものが好きっていう、そんな感じですね。そういうものを作りましょうかね。こちらも、はい、まあ、ちょっと交互期待で、はい、どうもありがとうございます。よろしくお願いします。ぜひよろしくお願いいたします。一人様一個貴重なね、貴重なの、みんなで楽しみましょうっていうね。蒸留所限定があります。蒸留所じゃないと買えない。もうここでしか買えないってことです。うん、初心者はやっぱツインアルプスが一番飲みやすいですか？そうですね、うん、あのツインアルプスとても飲みやすくて美味しいです。もう少しスモーキーなものが好きでしたら、イワイトラディションの方が、うん、これちょっとコーヒーっぽいんですか？そうですね、もともとコーヒーのお豆を作ってもらっていて、その秋樽で入れてるので作ってもらってる。あの、そうです、サルタヒココーヒーさんと一緒にコラボして出している商品がありまして、はい、生のお豆をうちのウイスキーの秋樽で少し寝かせた。あー、逆に、はい、その後焙煎してる。なるほど、コーヒー豆にとってもちょっとこう、はい、あのウイスキーの香りがするコーヒーっていうのがあって。なるほど。生のお豆を寝かせていた秋樽にもう一度コスモを入れているので、焙煎前のお豆なので、そこまでこうコーヒーしてるという感じではないのですが、あ、そうか、焙煎してはなるんですね、うん、そうです、はい、なので、あの、まあ、ただ開けた時に少しこう、はい、コーヒーのような香りがします。やっぱりあれがそのコーヒーになるんですか？はい、そうです。サル、コーヒーも置いてある。ドレッシングもあるドレッシングもある。キーホルダーじゃないですか？いや、大丈夫、名刺入れとか。かっこいいですね。この駒ヶ岳に自分の名前が乗っかってるっていうね。あの、私がやっぱり癖のない方が好きなので、
はその駒ヶ岳をベースにというふうになったのかなというふうに思ってますね。これ私の直筆です。はい、これ私のシルエットです。そんな、まあ、すぐ分かると思いますけど贅沢ですね。香りはもうすごい。いただきます。やっぱりね、ちょっと大人なワインとは違ってまたこう一段こう上がった感じの大人な感じとか男性的な感じがすごいするんですけど、特にこの駒ヶ岳っていうのはやっぱりこう、まあ、長野の蒸留所ですし、まあ、もともと非常にこう美味しくて飲みやすいっていうのが自分の印象なんですね。少し柔らかくて、そこに今回桜のちょっとテイスト香りっていうのをこうちょっと入れていただいてというところで、そこで少し楽しみを追加させていただいて、そういうのをもしこれを買われた方はね、ちょっとそう感じていただけたらすごく嬉しいですし、もう美味しさはもう間違いなく美味しいです。